吉田さん、ミノタウルスのお皿ね藤子不二雄の短編集私も持っていてねもう大学生の頃から勧められてよく読んでいてで何度もね新しい形の出版があるたびに買ってしまったりとかするんですけどねやっぱり面白い作品が多いですよねだから藤子不二雄さんっていうのは年代に合わせてあの物語を作っていてねだから小学生が読む時の「ドラえもん」とかで中学生ぐらいの人が読む作品とか。 あの結構ねその小学生の読む作品が退屈になってきたら中学生が読む対象のストーリーってあるわけですよ。エスパーマミなんてのその代表例なんですけどもあの青春に気づき始めたら異性を意識始めたらあのエスパーマミを勧めてたみたいですけどもね、まあ、それからあ SF 劇場ちょっと少し不思議かああいうのがあったりとかするわけですけどもあのミノタウルスの紗良の価値観の転換っていうのは、まあ、多くの人が想像するんだけども実際に。 映像とか画像で見せられるとまあ、なかなかねうん考えさせられるものがあるなっていうのは吉谷さんと共通の思いです、まあ、何度見てもね最後銃を構えて走っていくねあの主人公の顔と最後ラストシーンでなんか複雑な顔でステーキを食べてるところねあれが交互に映ってきてで登場人物の美少女の霊とかねでそれに対して誰も何とも思ってないようなほとんどの人。 まあでも私、ね、ずっとねあれ思ってたのは他の惑星にいたから他の価値観であの順応しないといけないだろうっていうふうにずっと主人公の方には思っていたんですよ。で、悪魔くんの話になりますけどもあの私が思うのはね悪魔くんっていう名前をつけたご両親に対して物議を醸し出していたっていう社会じゃなくって悪魔くんっていう名前をつけて子供が育っていく過程でいじめられるかもしれないっていうふうに。 考える人が大勢いたのにいじめる方にについいいいてて議論なななってないことなんですよいやいじめられるのが当たり前だから名前をいじめられない方につけた方がいいよっていうのは正論のようだけどもそれは随分と凝り固まった価値観だなといじめるる方は許容すすのかってことなんですよそうじゃなくてどんな名前をつけてもいじめられないようないじめるような人が子供が育たないような社会を作っていくものが教育だっていうふうに思うのに。 なるべくいじめられないようなねたけしくんとかみつるくんとかにしなさいよっていうふうなことでしょ、うん、まあだからといって私はね悪魔っていう名前を自分の子供につけようとはとてもじゃないと思えないですけどね、うん、まあでも、まあ、ヤマトってつけるのもどうかなかと思いますよやっぱり <laughs> 私はねあのすごくいい名前だと思って自分の子供にはこれしかないと思いましたけどもまあけどね人によってはね ヤマトっつったらまた軍国主義かとかねアニメの名前付けてんのかみたいなねあの価値を下げようと思って一生懸命な方もいると思いますけどね私はねだからね名前がバカにされないようなあの腕力を持って知恵を持って人脈力優しさを持ってっていう風に育っていこうかと思いましたねそうなったら名前の持つ意味っていうのが名前を持った人が生きる意味にすごく近くなってくるんじゃないかなと確かに悪魔くんっていうね名前が付いていて なんかしょぼいことすればいじめられるかもしれないですよでも悪魔君という名前がついた番長とかだったらみんなが勝ちついて恐れてねあ悪魔先輩だとか言ってね名前に重みを持っていただけるんじゃないかなと思いますまあその辺は大人の教育じゃなくて子ども社会の中で形作られるものかなと思いますでそれを全部計算して悪魔君という名前をつけて名前を背負ったそういった家族教育家庭教育をしていけばいいんじゃないかなと思いますけどね、うん、まあ 悪魔く、ねうんねあまりセンスのいい名前じゃないと思いますけどね私の感覚で言うと悪魔くんっていうのはね <laughs>、うん、まあ小暮とかにつけたらいいんじゃないかなかデーモン小暮みたいなねなんかちょっとひねった感じ、うん、なんかないかなういう、うんまあ、神っていう名前がつけてもいいでしょうね、うん、なんか「吉谷神」っていう名前とかね <laughs> 神道とかね神のわらしって書いて神道っていう名前とかね <laughs> まあいろいろありますよね。 つけど、ね、あのられた本人が良かったと思えるような思わせ方をしながら洗脳教育をって言ったらね悪い意味で使われますけどもあの思い込ませるってすすごく大事なんですよね、うん、自信を持てとかって言いますけどもそのためには自信を持てって言葉じゃなくってそんなこと言わなくても自信を持てって言葉を使わなくても勝手に自信を持つような、ね、自己肯定感の育まれるような育て方。 つまりは洗脳教育をしてばよくって俺は選ばれた人間なんだっていう,うにね与えた名前に対して思わせればいいわけですよだから悪魔くんっていうのはねお父さんお母さんが考えてつけた名前なんだよって言ったらちょっともしかしたらお父さんお母さんの立場を子供が見た時に説得力ないなと思ったらいや実はね悪魔くんっていう名前は実はいろんな名前をお父さんお母さん考えたんだでもある時空が開けてそっからね天空から 神の子っていう人が降りてきて「この悪魔」っていう名前を付けなさいっていうふうにもうね「三三日晩ずっっと語ってきかせたんだと悪魔」という名前を付けたら「お前の子供には将来こういうふうにね社会を沿って立つようなそんな能力を与えて死んぜよって言ったから、まあ、その、ね、悪魔君っという神からの典型を通じて「あそういうことだったらちょっとね 悪魔っていう名前を付けようかありがとうございます神様みたいな感じで付けさせてもらってでその本当の真相っていうのはあお前が20歳になった時にこの箱の中に書いてあるからそれを開けなさいっていうふうに、ね、渡していくみたいなストーリーを付けたらそれなりに重みを持って感じてくるんじゃないかなと思っちゃいますけどね想像力豊かに教育っていうのは構えない件ですねじゃあいってらっしゃい。